グルップ軍。グルップ軍は、北海道、千島国根室市長にあった軍。人口46人、1940年、面積 1494km。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島領土問題を参照。全域が、千島列島中部の当初で構成され、町村制が施行されなかったため所属町村はない。 2010年まで日本の一部法令に名称だけが残存していた。軍前域が農林省の養護事業地及び落光夫生両閣取締法による海中保護地域で民間人渡航禁止のため定住者はなく農林省関係者が少数、越年していた。国勢調査では昭和15年の46名が最大となっている。ただし、 明治三十八年以降の長発物件一覧には一世帯二名の定住が確認されている上、同胞施行前からの既得権を持つエトルフ島の漁民が四の十月の漁期に滞在していたことから定期航路も存在したが、施行後は通年居住は禁止されていた。ウルップ島西部のユカタンが中心集落で東部にも三島という拠点があった。千島列島の亜寒帯南端にあたり、 植物学上の分布境界線、宮部線の北側となっている。1876年、明治9年から2010年、平成22年まで変更なし、並び順は、北から。古くからラッコの特産地であり、江戸関ン安藤氏から、室町幕府将軍に、松前氏からとヨト秀吉、徳川家康らにそれぞれ献上されている。また、目ナシクルの、 ラッコ漁場でありちしまアイヌとの交易地でもあった。江戸時代になると、昭法元年、昭法国江図が作成された際、幕名により、まさき藩が提出した自販領地図には、くなしり、エトロホ、ウルフなど三十九の島々が描かれていた。万治四年、六百六十一年伊勢国松坂の七路兵の船が、ウルップ島に漂着したが、江戸、アイヌの助けで、エトロフ、 国なしり、十州島、北海道本島を経て、漢文元年、1662年に、江戸へ帰っている、勢い終戦北海劇。元六十三年、1 7百0年には、幕名により、正木藩は、千島や観察家を含む江戸前図と正木統合長を作成し、聖徳五年になると、正木藩主は幕府に対し、十州島、東府都市、出父下諸島、観察家は、 マサキ藩領と報告。法歴四年、1754年、ウルップ軍域は、マサキ藩によって開かれた家臣の治療地、くなしり場所に含まれた。天明元年、1781年の赤江戸風雪港や完成三年、1791年の開国兵団など、北方警戒を解いた書物の影響で、江戸幕府主導の北方探検が、盛んになると、天明六年、 1786年6月1日受けを意役、山口哲五郎が、あっけしようとないこといに、ウルップ島渡航の協力を依頼、サオドリ、モガミ徳内や通時、林江門らと4艘の船に分譲しウルップ島、モシリアに上陸。それから、オホーツク海岸を調査。島の北端から北西にマカンルル島、ウロトミ島が見えたという。しかしアイヌに強く拒まれたため、トを断念し、 帰りは太平洋岸を調査。結果、定住する者おらず、目なし来るがラッコ漁に来るのみで、ロシア人も毛皮を求め近海に来航することが分かったという。完成3年1790年には、受け負い役となった、最上徳内が再度ウルップ島を調査。共和元年1801年6月には、富山玄十郎と深山宇平太が八王子仙人。 同心二名の同行で、ウルップ島に渡りお井渡らの丘に、天朝地球大日本続島の標柱を建てている。さらに彼らは、島内の東部で、ロシア人やシムシル島アイヌラとアイクル島の理由を尋ねたところ、落降料のためと返答があり、交易も希望していた。これに対し食料を与え交易は国金である旨、伝えたという。文化三年、1806年三月。 エトロフ島から脱走したシムシル群域ラショアアイヌの有力者、マキセンケ霊骨、アイヌ名、指令タラ十数名を、つい、関谷茂八郎が、南部藩足ルたちと共に、ウルップ島に上陸した際、ロシア人の帰国を確認。同年4月25日以降、次へモンナ六名の喜び小丸乗組員たちが、漂着した北千島方面、バラムシル島、ラショア島から、南へとロフ、 国なしり、十州島方面へ向かう際立ち寄っている。今日は3年、1803年には、マミア林造が、ウルップ島までの地図を作成し、文化3年、1806年以降は、ウルップ島も、警護の対象となっていた、工術。イワンチョールヌイが、ロシア人として初めて、ウルップ島、ウルップ島、あとのウルップ群に到達。 周辺のアイヌからやさーく、怪我和勢の取り立てや過酷な労働を課し、ウルップ島で多数の女性を集めハーレムを作った。しかし、1772年魚場を奪われ、ラッコ漁を妨害された、エトロフアイヌとシムシル群域ラショア島から逃れてきた、ラショアアイヌが放棄し、ウルップ島とマカンドゥル島、ブロトミ島で、プロトジャーコノフ紹介のロシア人21名が、討ち取られ残りは、 カムチャツカ半島へ撤退した。その後も1776年にロシアの毛川商人による植民団がウルップ島へ一時に居住したが、7年後の1783年に撤退した。1780年6月地震が発生。その津波で打ち上げられたナターリア号を海に戻すため、1784年、コローミンが指揮するパーベル号が来航。 1795年末、グレゴリー・シェリホフは、アレクセイ号で、ケレトフセ、ワシリーズ・ベズラ・チェトフラ四十名の入植者を派遣。島内のワニナウに、アレクサンドラ移住地を建設。しかし農作物の栽培はほとんどうまくいかず、1797年9条を、訴えるため十四名がカムチャツカに向かったがシェリホフは、すでに死亡し救援なく、残された者たちの食料は相変わらず、 メナシクルトの駅に依存していた。バクリの富山や深山が調査で訪れた際、女子供を含め17名がいたという。しかし、1801年以降メナシクルのウルップ島渡航とシムシル島以北のチシマアイヌのエトロフ島への渡航を禁止され、ケレトフセも病死しロシア人は1805年帰国した。1806年の文化ロアだ、フボストフ事件の際、ウルップ島は、 襲撃を免れている。アボシ号は、ウルップ、カラフト攻撃に出撃したものの、指揮するダビドフは、日本北辺襲撃に反対で攻撃しなかった。1828年度米会社が、バイカル号で、ロシア人12名とアレウト49名を派遣し、ウルップ島東,東岸の小舟湾に上陸、建物を建設し、付近の丘に4本の大砲を設置し拠点としたが、 クリミア戦争中の1855年8月英仏艦隊が、ウルップ島小舟湾の居住地を一時的に占領。1868年度米会社が廃止され、居住地の活動停止。残留、アレウトたちは、カラフト、チシ島交換条約の猶予期間満了前年、187年の移送まで、ウルップ島に取り残された。江戸時代後期、ウルップ域は、 東エゾ地に属していた。南下政策を強力に推し進めるロシアの脅威に備え、完成11年、1799年、ウルップ軍域は抗議御料とされた。文化3年、1806年以降、幕リたちが南部、津軽の足軽、通時、万人、エゾ、アイヌたちと共に、毎年ウルップ島の見回りを実施。また、文化13年、 1816年6月には、ロシア船、パベル号が、ウルップ島沖に来航、占い守る軍域のハルムコ担当に漂着した、長都市丸の乗員と太平洋上で、英国船に救助された、正しのり丸の小栗重吉、と吉、半米ら漂流民、計6名をペトロパブルフスクから送還。ハンベ米は航海中病気で死亡したが、ウルップ島に上陸した5名は、地元、 アイヌの案内で、エトロフ島のシベトロバンヤまで帰還、池田博雄や、船長日記することができた。ご老人事件の後、幕府は、ウルップ軍行きを立ち入り禁止の干渉地帯にする予定であった。文政四年、1821年ウルップ軍行きは、正木藩半領に服したが、安政元年、1854年日露ア新条約、不平等条約の一つによりウルップ島は、 ロシア領とされた。1875年11月からふと、千島交換条約によって、再び、日本領となった後、ウルップ軍が置かれる。北海道千島国に属した。かけて、国勢調査の結果のうち、大正14年昭和10年のデータは、昭和10年の国勢調査報告による。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。